はようございます。あきひろさん、おはようございます。今日は息子の作業療法のリハビリで朝から病院、後でゆっくりアーカイブを楽しみたいと思います。皆さん、良い週末を。ありがとうございます。のりさん、おはようございます。先ほど、昨日のアルティメットチャレンジ、アーカイブでなんとかやり終えました。きっつ。皆さん、お尻、大丈夫でしょうか？今日はこの勢いで仕事を突っ走ります。はい、頑張ってきてください。皆様、良い一日&週末をありがとうございます。ポルカさん、おはようございます。今日のお尻のストレッチのため、アーカイブでアルティメットやっておきました。準備万端です。よろしくお願いします。はい、お願いします。あ、ポルカさん、アイコンが変わったような気がする。何なんだろう、ちょっとちっちゃくて、僕の画面からだとわからないけど、ポルカかな。シャチかな、あ、シャチでしたっけ。みやこさん、おはようございます。久しぶりに家族でリアル参加できます。 ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ご家族の皆さんもおはようございます。杉山さん、おはようございます。オープニング癒される。はい、クリスマスバージョンでお届けしております。タロマメさん、おはようございます。あ、カラセエビさん、おはようございます。今日メンバー外の方にもご案内させていただいておりますので、メンバー以外関係なくね、ぜひチャットにもご参加ください。マーマオさん、おはようございます。ユノさん、おはようございます。昨日はストレッチだけにしたので、ノリさんと同じく10分前にアルティメットやり終えました。ほやほやですね。夫婦言っておりますが、お疲れ様です。スートさん、おはようございます。はい、今日はライブ参加です。ストレッチ始まるまでアルティメットしながら待機します。お、はい、頑張っていてください。いい流れですね。アルティメットから今日ストレッチです。土屋さん、おはようございます。はい、今日はアーカイブで、はい、また後ほど頑張ってください。まゆみさん、おはようございます。はい、オルカさん、アイコン、はい、変わりました。コブダイ、コブダイなんですね、これね。実際に自分が撮ってきたやつ、写真ね。オルカさん、ダイビングのプロフェッショナルですからね。佐渡のって言ってるぐらいですから、自分で撮ってきたやつか。ルカさんがこれまでに撮りためてきたというか、日本の海だけじゃないっていうお話をね、以前お聞きしたんでね、海外の海も含めて、なんか写真をシェアしていただけるようなね、そういうなんかちょっとお話聞きたいですよね。ここの海の写真ですみたいな。高場さん、おはようございます。4年ぶりに友人とランチのため、今日もアーカイブでのストレッチをします。あ、はい、いってらっしゃい。先ほど水曜日の10分トレーニングをしました。お、素晴らしい。ちゃんとやってからやってからランチ楽しんできてください。で、外出てね、少し疲れた体を今日はアーカイブの、ね、ストレッチお使いください。はい、マモさん、私は昨夜アルティメットアーカイブでやりました。やばかった。皆さん、お尻どうですか？僕はちゃんと昨日のテーマはお尻をアルティメットでしっかりとね、4分間ですけど追い込んでいくっていう、そういうテーマでやらせていただいたんですけど、もう昨日の夜から、あ、もう絶対にこれお尻来るなっていう、お尻のダメージを感じてたので、今日のねストレッチのテーマもう想定通り、お尻に筋肉痛来てますんで、お尻とか股関節周りを、緩めていくストレッチっていう風に今日はしてます。
昨日のやっていただいた方は、ね、お尻かなりしっかり来てるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。恵子さん、おはようございます。お尻、筋肉痛がしっかり来ていてなんか嬉しいですお尻にしっかり来てます。いやー、お尻みんな大丈夫だったかなっていうぐらい僕もしっかり来てます。はい、ゆなさん、最近は寒すぎて布団から出るのが億劫になりますが、鈴木さんのストレッチから朝始まるので体が温まります。ありがとうございます。はい、今日ねメンバー外でねやらせていただいてますんでね海外の方が入ってきてるのかな。はい、まわもさんね、今度オルカさんの海中写真集ね、こんなあの海の世界見てみたいですよね。はい、タロマメさん、昨日惨敗してますんで筋肉痛はございませんと無理はね、本当していただきたくないんでね、あのマイペース、アルティメットでも楽しんでやっていただけるようなあのオプションもご案内してますんでね。筋肉痛が来るからいいトレーニングとも全然あの限りませんのでね、筋肉痛が来なきゃダメってわけでも全然ないですしね、自分の体力レベルに合わせて週4回ね、皆さんと、まあ、3回はトレーニング、週1回はストレッチっていう形でやってますんで、あんまりにも、ね、毎回筋肉痛になってたらあの体こうダメージが蓄積してしまいますんでね、筋肉痛にならない程度で1週間こう1日おきとかね、この週4日間で続けていけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、今週はねこのストレッチが最終日になってますんでね、トレーニングトレーニングトレーニング、最後ストレッチっていう今日あの今週の流れだったんで、昨日ちょっとね少しお尻に筋肉痛を入れて、今日お尻のストレッチをして明日一日お休みすると、そんな流れでいきましょう。はい、オルカさん、あ、そこそこ、これあのコブダイとオルカさんがここに乗ってるんですね。あなるほどです。はい、ツーショットなのか、友達が撮ってくれましたと。なるほど。え、私はコブダイが隣に来たことに気がついていませんでしたと。あ、なるほどです。はいはいはい。ご友人の方がそれをパシャッとこう収めてくれたんですね。すごい。はい、YA さん、おはようございます。タロマメさん、コメントに気づいてくれてありがとうございました。あの昨日、一昨日のですね、はい、あの YouTube のね、謎の謎の仕様、ひと手間加えないと YA さんのコメントが表示されないっていうね。筋肉痛、ほんのちょっときてます。あ、いいですね。はい、そのぐらいがちょうどいいですよね。1日2日経てばしっかりと筋肉痛が抜けるっていうね。はい、そしてまた次のトレーニングに入れたらいいんじゃないかなと。思います。はいゆのさん気づいた、すごいな、よくそこまで、はい、横のカレンダーが戻ってますねこれでしょ、これ僕今直しましたからね、これあのドライバーでここを外して後ろからねやらないと、後ろにこのこれがくっついちゃってるんで、カチャンっていうアナログのやつで、あの11月は30までしかなかったんですよね。31になってましたよね、前回ね、1日なのに。よく気づいたな。タローマンさんも気づいてた。11月31でしたものねってね。はい、あのカチャンと先直しておきました。2日になってます。あままさん、英語で返してくれてる。英語で返してくれてる。リュウジさん、おはようございます。今日はライブでストレッチできます。あ、ご参加いただいてありがとうございます。間に合った。クマに怯えながら鈴を持ってウォーキングしてきましたえ、どんなところに住んでるんでしょうリュウさん、でも海の近くって言ってましたよね。鈴持たないと外で歩けないの。
はい、ユノさん、自動じゃないんですか、そのカレンダー。そうそう、自動じゃないのよ。自動じゃないんですよ、これ。皆さんの観察力がすごいね、本当ですね。よし、では10分になりましたんでストレッチかけていきます。今日は僕もお尻とももの後ろにかけて股関節周辺が非常に筋肉痛がね、昨日のアルティメットチャレンジで来ているので、あんまり動きたくないっていうテーマでストレッチを入れていくので、あんまこう立ったり座ったり立ったりとかっていうそういう大きな動きは入れてません。もう座ったらというか、そこの場で全部完結するような流れでねストレッチを入れていきますんで、ちょっと筋肉痛の方には優しい流れになってるんじゃないかなと。今日この音楽でいこうか、このままこのクラシックなやる気の出ないこの音楽でいこうか。ちょっと音を上げますね。よし、じゃあこれでいきましょうか。あ、クマの目撃情報がたくさん出てるんでなおさらどのあたりに住んでんのっていう。山と海に囲まれてます、すごいな。そういう方の地域の写真とかもねシェアしていただいたりとかして見てみたいですよね。あ、そういうところに住んでるんだっていうね。はい、タロマさん、じゃあよろしくお願いします。今日このやる気の出ない音楽ぐらいの方が副交感神経が優位に働いて体伸びるかもしれないので瞑想の音楽でいきましょうか。はい、ではスタートしていきます。なんか無印良品みたいな音楽が流れ始めました。はい、ではまずですね、背伸びからしていきますので、両手を前ですね。はい、そしてお尻を後ろに引いていきます。手の幅は肩幅よりもね、まあ、ちょっと広めでも大丈夫です。お尻を後ろに引いていくんですけど、お尻がペチャってくっついてしまうとあまりこの伸び、上半身の伸びを感じられないので、お尻があまりですねこうペチャっとくっつかないぐらい、ちょっと遠くの床を引っ張ってきて胸を床に近づけていってください。お尻が足にペチャっとくっついてないですよね。お尻が少し足から離れた状態、そこでしっかりと遠くの床を引っ張ってこれるように、そして胸を床に、はい、息を吐いて、はい、 OK。 では今度は広背筋のストレッチです。体格ですね、右手体格の左の方の床、はい、その体格から同じく、はい、床引っ張ってくるようなイメージでお尻を少し後ろに引きます。この時にもお尻が足に完全にペチャッとくっつかないようにですね、少し足とお尻離れてます。そこで胸をまた同じく床に近づけていく。体格に手を遠くに伸ばしていることで、この脇のラインですね、広背筋のストレッチ入ります。はい、息吸って、はい、吐く。はい、OK。 左右入れ替えましょう。左手、はい、体格の右手、あ、右の方ですね、体格の方から、はい、床をぐーっと引っ張ってくるようにお尻後ろ引いていきます。胸を床に近づけていく。呼吸を入れましょう。息を吸って、はい、吐く。はい、OK。 では一度上半身だけ起こしていただいて、前腕のストレッチですね、自分のももの前に、はい、指先が自分の体に向くようにですね、両手セットしていただいて、手のひらを足にね沿わしていきます。これ全部くっつかなくて大丈夫です。少し優しくね、この前腕部分が伸びますんで、指先を自分の方に向けて自分の太ももにね当ててあげます。見えるかな？はい、こんな状態ですね。はい、そこでも大きく呼吸入れてください。吸って、はい、吐く。
い、OK です。では両手前に戻しましょう。四つん這い、股関節周辺入ります。右足、右手の外です。はい、大きく開いてください。はい、まずは胸を張ってお尻の高さですね、少し、はい、深く落としていきます。前にお尻の高さを落とす。はい、一呼吸、息を吸って、はい、吐きます。はい、そこからですね、もう一段深くいきましょう。肘です。余裕がある方は、はい、左肘つく、はい、さらに余裕がある方は右肘もつく、はい、深くいける方だけいけますね。いけない方はですね、きつくないところで、先ほどの姿勢でも大丈夫です。肘つける方は肘をついて呼吸を入れてください。吸って、はい、吐く。昨日使われたももの後ろからお尻にかけてのね、ラインが非常に大きく伸びるストレッチです。はい、今日はこの流れでですね、腹斜筋の方も入れていきます。今右足前にありますね、右の方に体をくるっと向けちゃってください。はい、そうするといつもの腹斜筋やる時のフォームになりますよね。上の足、はい、右足はちょっと体に引きつけておいてください。膝が立った状態ですね。はい、ここから今肘ついている左手、手に変えていただいて、肩しっかり落とします。首長く肩をしっかりと下げて、そうするとこのラインのカーブが出ますね。下の足はしっかり伸ばしておいて、はい、首長く保って肩を落とすと、腹斜筋、腹筋の下の方がまず伸びていきます。はい、少し伸ばせるように意識をしてみましょう。体が柔らかい方とかあまりこの大きな伸びっていうのは感じられないと思うので、胸を張ってそこの伸び、少し自分でもこのカーブを意識して、こういうカーブ意識をするとね、少し伸び感じられます。あとは胸が今正面向いてますね。胸を少しひねりを加えるように、後ろ向いていくようなイメージで加えていっても伸び感じられますね。少しこのフォームでご自身が伸びる形、少し移動してみてください。はい、そうするとお腹のところのこの腹斜筋の伸び感じられますね。伸びてるというところで呼吸を一つ入れましょう。吸って、はい、吐く。はい、そこから一つ上、肋間筋、前鋸筋、ちょっと上の方に伸び変えます。肩今下げてたのをリラックス、ストーンと肩落とします。はい、ストーンと、はい、肩が上がってきました。首が短くなったような感じですね。はい、そうすると今度上の方に伸びが変わります。はい、そこでも呼吸を入れてください。吸って、はい、吐く。はい、 OK です。はい、ではここで四つん這いに戻っていただいて、反対の足に入れ替えましょう。左足前です、はい、まずお尻低く深く落としてください。はい、呼吸入れます。で、はい、吐きます。はい、もう一段深くいきましょう。余裕がある方は、はい、右肘床に下ろす。はい、まだいけそうだなという方は、はい、左の肘も、はい、床、はい、呼吸入れましょう。吸って、はい、吐きます。はい、それではこのままですね、腹斜筋の方に行きますので、今度は左側に、はい、体を向けて横向きです。上の足、体に少し引きつけるような形でですね、はい、横向き作れましたか。そしたら肘でのサポートを、はい、手に変えて肘しっかり伸ばす。そして肩を落として首長く保ちます。
腹斜筋のストレッチ、横ですね。はい、少し胸を張って、はい、伸び感じられるようにですね、少し伸び浅い方は体を少しひねって後ろを向いていくようなイメージですね。右から後ろを向いていくようなイメージで、はい、ストレッチがかかってきたところで呼吸を入れてください。吸って、はい、吐く。はい、OK。 少し上に行きますね。肋間筋、前鋸筋の方です。はい、肩リラックス、ストーンと落として、はい、そこでも呼吸入れましょう。吸って、はい、吐きます。はい、OK。 では四つん這い戻ってきてください。はい、では座った姿勢です。お尻いきます。またですね、左足下で右足、はい、上。もしこの姿勢ですね取れない方、今この右足を少しこう引きつけていくんですけど、窮屈で取れない方は左足曲げる必要ないです。前に伸ばしてても一緒、大丈夫です。これでもさっきのフォームが無理なく作れる方は、下のねこの左の膝も曲げておいてください。はい、そしたら右足、膝立ってる方ですね、右足を体に引きつけます。はい、お尻が伸びてきますね。この時あまり猫背になってると刺激が逃げて伸びません。少し胸張って、股関節から頭までぐっと一直線にすると足がちょっと離れます。その離れた足を手の力で引きつけてあげてください。少し胸の方に引きつける、なので背筋を伸ばす。はい、そこで呼吸入れてください。吸って、はい、吐きます。はい、 OK。 ではこの足一回ほどきまして、女の子座りのようにですね、はい、膝90度90度、はい、横に倒した状態ですね、右に。はい、この状態で右足の方に今この体をですねかぶせていきます。はい、あんまりにも足の角度がつかないようにしてください。少し離してあげて、このね90度90度くらいを少し目安にして、体を少し足、右足の方にねかぶしてあげてください。はい、これもまたお尻からももの後ろにかけて伸びていきますね。余裕がある方は肘まで行って、はい、体をかぶせます。きつい方はね肘まで行く必要ないです。手でサポートした状態で右足の方に体をねぐーっとひねって向けていくだけでお尻伸びていきますんでね、それで大丈夫です。はい、呼吸を入れましょう。吸って、はい、吐きます。はい、 OK。 ゆっくりと体を起こしまして、このまま一回ももの前のストレッチいきます。こっちの左足ですね、ももの前伸ばしますので、足クッと近づけてですね、足のねこの甲が床側向くようにももの前のストレッチ、はい、右の膝立ててください。膝立てた状態で手後ろ、はい、ストレッチかけます。膝が立っていることで自然とね骨盤がこうやや後傾気味になりますんで、ももの前が伸ばしやすくなりますね。足首だけ気をつけてくださいね、さっきのままじゃないように足首しっかりと伸ばして、お尻の真横です。そして肘を少し曲げて、はい、ももの前が伸びてきます。そこで呼吸入れてください。吸って、はい、吐く。
はい、OK。ゆっくり戻りましょう。はい、ここで左右をね、入れ替えていきます。今度反対です。右足が下になって、はい、左足が上です。はい、この姿勢窮屈取れない方は、はい、下の足は前に伸ばしておいて大丈夫です。胸を張って、はい、少し体の方に、左足をね、引きつけてください。左のお尻です。ストレッチ。はい、吸って。はい、吐く。はい、OK。一度ほどきますね。ほどいたら、はい、左に両膝を倒して、膝の角度両方とも90度ぐらいですね。はい、そして左足の方に体をかぶしていきますね。かぶしていく。余裕がある方は肘まで。はい、リラックス。これも今伸びてるのは左のお尻ですね。左のお尻のストレッチです。はい、OK。ゆっくり体を起こします。はい、では右足、お尻の真横にセットで、左の膝が立ちます。ももの前のストレッチに入ります。手を後ろに、肘を曲げていきます。足首しっかりと伸ばしてください。はい、呼吸入れて、吸って、はい、吐く。はい、OK です。はい、ではそのまま仰向けを作ってください。はい、右足上です。左の膝に乗せましょう。ちょっと浅めですね。両手で左足すねをキャッチです。ちょっと遠いなという方はももの後ろでも OK です。手はこのね、中のスペースから、はい、キャッチで、頭を下ろして上半身リラックスして、はい、今はこれも右足のお尻、お尻のストレッチです。はい、呼吸入れましょう。吸って、はい、吐きます。はい、OK。 一度足だけ下ろしますね。組んだ状態のままですね。右足が上です。はい、そのまま左の方に倒します。そしてこの上の右足、左手で足首掴んで、はい、ぐーっと自分の体の方、はい、引きつけます。胸は天井です。はい、目線はですね、この足とは反対の方に少し落とすぐらいのイメージです。これ中殿筋のストレッチをね、入れたいので、少し伸びが浅い方は下になっている方の足、左足ちょっと遠くに少し伸ばすような感じ。はい、右の足は左手でしっかり体の方に引きつける。はい、お尻、少しお尻の横ら辺ですね。ストレッチ入っているところで呼吸を入れてください。吸って、はい、吐いて、はい、そしたら腰のストレッチをこのまま入れていきますね。
今左足、ごめんなさい、右足キャッチしてますね。この足をですね、伸ばせる方は掴んだまま伸ばします。もしちょっと遠い方はこんな感じでサポートしていただく感じでも大丈夫です。膝は全部伸びきる必要ありません。足とは反対の方向に目線を落として、はい、腰の少しひねり、腰回りのストレッチを入れてください。でキャッチできる方は掴んだまま伸ばす。はい、そこでも呼吸を入れてください。吸って、はい、吐く。はい、OK。ゆっくり戻りましょう。はい、では反対いきます。左足上です。浅めにかけて、はい、両手で右足、はい、すねまでキャッチ、はい、遠い方はももの後ろキャッチでも大丈夫です。どっちでも OK。はい、左のお尻の伸びを感じながら呼吸を入れてください。吸って、はい、吐きます。はい、OK。 では足一度下ろしますね。はい、組んだまま右側に倒します。はい、今上になっている左足ですね、右手で、はい、足首キャッチして体の方にぐーっと引き寄せます。はい、下になっている右足ね、伸ばしちゃっても大丈夫です。はい、胸は正面天井、目線は足とは反対に少し落とします。中殿筋のストレッチで少しぐーっと手で引きつけて、引きつけて体の方に、上の方にですね、ぐーっと引きつけて、そうするとお尻の少し横ら辺伸びてきます。はい、そこで呼吸入れてください。吸って、はい、吐く。ではここから腰のストレッチです。今立っている方、左足伸ばします。はい、手でキャッチできる方は手でキャッチしたままですね。とはちょっときつい方は足を少し支える程度に、はい、目線は足と反対です。しっかりとウエストぐーっとひねれたところで呼吸を入れてください。吸って、はい、吐きます。はい、OK。 ゆっくり帰りましょう。戻ってきて、はい、では一度体を起こしますね。はい、最後正面です。まず右足が前で、足外した状態ですね、上にかけずに前後に外れた状態、右足前です。はい、体を前に倒していきます。余裕があれば肘ついて、はい、さらに余裕がある方は両手、手の甲におでこね、おでこくっつけちゃいます。はい、そこでも呼吸入れましょう。はい、吸って、はい、吐きます。はい、 OK。 ゆっくり体を起こします。はい、右足が前にあると右の膝の方がちょっとね、こうやって浮いてます。そっちの右の膝をしっかりと右手で押し込んで、左の肘床です。右から天井を見るように少し体をひねって、目線は天井へ、肘しっ
っかりと伸ばして、上半身はですね、この反対方向にこう引き離すようなイメージを持ってください。そうすると股関節の横から上半身のね、このサイドの方まで伸ばせますんで、はい、そこで呼吸を入れましょう。吸って、はい、吐く。はい、OK、 戻ります。はい、最後入れ替えましょう。反対です。左足が今度前です。はい、前後の状態で、はい、深くいきましょう。はい、余裕があれば肘、はい、さらに余裕があればもう一段深く、はい、そこで呼吸、吸って、はい、吐きます。はい、OK、 ゆっくり体を起こします。はい、では今左足前なので、左の膝のちょっと浮いてますね。左の手でしっかりと膝を押し込む、肘伸ばす、右肘ついて、はい、左の方から天井を向いていきます。上半身がぐっとね、反対側に引き離されるようなイメージ、ぐっと押して、はい、上半身の体の横、脇の方まで伸びるように意識して呼吸を入れましょう。吸って、はい、吐きます。はい、OK、 ゆっくり戻ってください。はい、センター。はい、最後深呼吸入れます。楽な姿勢で構いません。この姿勢じゃなくてもね、一番楽な姿勢とってください。少し背筋伸ばして、肩リラックス。はい、深呼吸最後3つほど入れておしまいにしましょう。鼻で、はい、いきますね。はい、鼻から息を大きく吸い込んで、吸って、はい、では今日同じく鼻から息を長く吸って、長さ同じ長さで吐き出します。もう2ついきましょう。はい、吸って、はい、吐く。最後もう一ついきます。はい、吸って、はい、吐いて。はい、 OK です。お疲れ様でした。お水休憩取りましょう。お疲れ様でした。股関節周辺、お尻のストレッチでした。結構いろいろな形でね、お尻も伸ばせるんだなっていうのをね、今日は感じていただける内容だったんじゃないかなと思います。あ、ユノさん、ありがとうございます。ズームオフ会でね、お気に入りの写真をアップするっていうね、楽しそう。はい、オルカさんのね、その海の写真も見たいし、リュウイチさんのクマとのツーショットも見てみたいし
本当遭遇率が高いです、会いたくないですね。クマと会える、それは怖いですけどね。まあまあさん無印、確かに無印っぽい音楽が流れましたよね。はい、松千代さんは朝の予定がずれて今食事中なので呼吸だけ参加、あれ呼吸だけ参加、高場さんもか、電車乗りながら呼吸だけ参加している自分がなぜかおかしいです。吸って吐く、ありがとうございます。呼吸だけ参加していただいて。ユノさんも、私この後仕事なので食事中です。この音楽に癒されて眠っちゃいそう。はい、今日この音楽なんかでも良かった気がしますね。なんか体が緩むような、心がやっぱ緩むとね、体のこの筋肉もやっぱ緩むっていう、そんな気がしますよね。体を緩ませるにはいい音楽だったんじゃないかと思います。はい、みやこさんありがとうございました。ミュージックに癒されながら素敵なストレッチタイムでした。ありがとうございます。はい、須藤さんお疲れ様でした。アフタートーク聞きながら来週の弁当を仕込んできます。おお、すごい、自炊で自分でお弁当作って行かれてるんですか、須藤さん。すごいな。こちらは天気も良く音楽も良く気持ちよかったです。ありがとうございます。まあまあさん、ストレッチやって気づきました、やっぱり昨日のお尻が来てましたと。来てましたよね。はい、あのフォームがね少しうまくできなかったっていう方もね、あの動きちょっと真似るだけでもしっかりお尻来てたと思うんでね、あの気持ちいいストレッチになりましたね。はい、皆さん、アルティメット終わりに朝から牛肉を食べてパンプアップ。はい素晴らしい。トレーニングの後、あのやっぱ食事は非常にこうタイミングって大事だなっていう風にね、まあ、僕も皆さんと一緒にこうあのボディメイクをね、自分なりのこの目標っていうのを皆さんそれぞれ持ちながらね、あのボディメイクされてると思うんですけど、まあ、僕も一緒にねあのやっているわけですけど、メンバー投稿ページでね、僕のまあ2週間ごとにボディメイクもシェアしながらですね、食事のタイミング非常に重要だなと。何を食べるか、もうこれももちろんあの、まあ、そこが一番重要なんですけど、それをどのタイミングで食べるかっていうね、やっぱりトレーニングの後の食事、あのメインエネルギーにしているのはおそらく糖質をメインエネルギーにしている方がほとんどだと思うんですね。ケトジェニックダイエットとかしてね、脂質をメインエネルギーにしてますっていう方も中にはいるんですけど、まあ、ほとんどね、あの一般的なこの社会で生きていくためには外食なんて言えばもう炭水化物しかほとんどないですし、生きにくいのでね、生活しにくいので、糖分、糖質をメインのエネルギー源にしている方が多いと思います。そういう方はやっぱトレーニングの後にしっかりと糖質を取るっていうね、あのでもダイエットしていくためにはそのね、糖質をあのちょっとある程度このコントロールを考えなきゃいけないっていう部分があって、糖質まで控えてしまうとメインエネルギーが糖質なのに、じゃあそのメインエネルギーまでどんどん下げていく、でも脂質も取らないようにするってなると、どんどんあのエネルギーが入ってこないっていう状態にね陥ってしまって、代謝が下がるっていうことになってしまうので、あのメインのエネルギーはやっぱ入れないと代謝も上がりませんから、じゃあそれをしっかりとこう入れる時に罪悪感なくというかね、しっかり入れられるタイミング、やっぱトレーニングの後、はい、トレーニングの後に入れてあげると、それってあの体をこうリセットするためにというか、あの疲れた体をにしっかり栄養が入っていく方に使われますんでね、脂肪として蓄えられにくいというやっぱタイミングがありますんで、あの糖質をしっかりと取るっていう意識と、その糖質をしっかり取るタイミングをトレーニングの後とかに持ってきてあげるっていうねことを意識するだけでも、あのだいぶ変わるんじゃないかなと思いますね。なのでユノさん、アルティメット終わりのあのしっかりとあの牛肉、タンパク質を入れるっていうね、
非常にいい流れだと思います。はい、恵子さんお疲れ様でした。筋肉痛のところが伸びて痛気持ちよかったです。ああ、僕もそんな感じでした。今日は気持ちいい、痛気持ちいいっていうね、静かな音楽はストレッチにいいですね。はい、体とじっくり向き合える気がします。ありがとうございました。はい、オルカさん、音楽とても良かったです。はい、心も体も緩みました。はい、ありがとうございました。皆さん今週もお疲れ様でした。はい、ゆのさん、食物繊維、雑穀米、あ、すごいな。はい、意識高い食事ですよね。朝昼に糖質を取っておくと昼のデザートの欲求がなくなりました。あ、なるほどです。そうですね、だからタイミングもトレーニングの後っていうだけじゃなくて、朝か夜かのタイミングで今度考えると、活動時間帯、活動している時間が多い朝、またはそのお昼過ぎ夕方ぐらいまでで炭水化物の摂取を終えておく、メインのね炭水化物摂取を終えておくっていう、この朝夜のタイミングっていうのも大事ですよね。細かく見ていくとトレーニングの後とかのそういうタイミングの方がいい。また大きく見た時に、一日大きく見た時に朝と夜なのかで考えたら、やっぱ朝、日中に自分のメインエネルギーのを入れていくっていうね、まあ、夜はどうしてもその後活動量が下がって寝るっていうね、活動がやっぱ落ちていくので、そこでエネルギーをどんどん入れちゃうと余った分はどうしても脂肪として蓄えられてしまうのでね。はい、あまおまさん、ありがとうございました。食事のタイミングね、あまり気にしてなかったので気をつけたいですと。ありがとうございます。はい、まあダイエットしたい方はですね、まあ、結構僕もこのライブをやっていて、そして、まあ、面談とか通してもですね、まあ、ダイエットしたい方って本当に半分ぐらい、半分いなかったぐらい。やっぱり皆さん体力をつけたいとかね、筋力をつけたい、なんなら何もしなければどんどん痩せてっちゃって困るみたいな人もやっぱいるので、本当にいろんな体の悩み、皆さんそれぞれ違うのでね、ダイエットなどを考えた場合にはね、少しタイミングも意識するとダイエットが進みやすいかなと思います。はい、ママさん、夜の炭水化物抑えないとなんですね。まあ、ダイエットをしたい場合には炭水化物の振り分けも夜にたくさん食べるってなると、結構お肉がつきやすい体質の人はですね、ダイエットしたいっていう方は夜の炭水化物増えたら当然ダイエット進まないですね。やっぱり活動量が多い朝から日中ぐらいまでで炭水化物のメインは終えておいて、夜はまあ取ってもいいんですけどね、体が変わっていってるんであれば、ただ量は少しコントロールするっていうかね、朝と昼と同じような量を取るっていうよりかは少し抑えて、タンパク質をメインにしてあげるとか、少しサラダを取ってね、満足感を、食事のその満足感を出すとかね、汁物を取るとかね、炭水化物をメインにしない方がダイエットは進むと思います。夜はね。はい、ゆのさん、ありがとうございました。お疲れ様でした。お通じが良ければ全てよし。本当そうですね。そこがダイエットのねポイントでもありますよね。自分の体がうまく回ってるのかっていうのがそこで分かりますよね。お通じで。はい、では皆さん、今日はこの辺りにしたいと思います。お疲れ様でした。来週月曜日からね、また BPM スタートで頑張っていきましょう。お尻の筋肉痛が来てる方もいらっしゃると思うんで、今日この後しっかりとお休みして、週末なんでね、美味しいもの食べて栄養をとって、そして日曜日お休みして、また月曜日から頑張っていきましょう。お疲れ様でした。また明後日。
この音楽で最後まで今日行きましたね。ゆるーくストレッチの日はこれでもいいですね。曜日によってあの音変えるっていうのがいいか。あ、それいいかもしれないですね。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。では良い週末をお過ごしください。